健康でお金持ちになる方法をお伝えしていきます。今回はこのテーマで日本一のお金の専門家の先生をお招きしております。白坂慎太郎先生です。それでは先生よろしくお願いいたします。はじめまして、白坂と申します。日々ですね、株式投資をやりながら株式投資に関する学びというのを YouTube チャンネルを通じて共有させていただいています。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、それでは健康でお金持ちになる方法をお伝えしていただきたいと思います。それでは白坂先生よろしくお願いいたします。お願いします。はい、ではですね、健康でお金持ちになる方法というテーマでお話を聞いていただければと思います。でまず健康とお金っていうのが、どういう関係になるのか、健康だと、お金持ちになれるっていうその関係性からですねお話を聞いていただきたいと思います。ズバリですね、普通はなんかこう人は年齢を重ねるとなんかこう時間が敵に感じたり、なんかこうどんどん年取りたくないなみたいな、ずっと若いままでいたいなっていう風な感じを持ってらっしゃる、一言で言うとこう時間を敵に感じて生きてらっしゃる方が多いと思うんですけど、実は時間って味方なんですよね。だから健康で長い期間を過ごす時間が長ければ長いだけお金持ちになれるという話です。でキーワードはもうたった一つだけなんですね。これは複利というキーワードになります。お金持ちが考えていることっていうのはいつもこの複利を働かせると、自分の人生に複利を働かせるということだけをいつも意識して生きているんですね。で複利っていう言葉はですね、ご存知の方もいらっしゃれば、初めて聞いたという方も、いらっしゃると思いますので、簡単に、複利というのをですね、お金に例えて、説明したいと思います。例えばですね、1万円を銀行に預金していましたと、した時に、仮にですね、実際今の銀行預金っていうのはほとんど金利がつかないんですが、今回は複利の説明で仮に1年で、20% 増えたと、します。そうすると、1万円が 20% 増えたということで、1.2 ということで、1年後にいくらになっているかというと、1万2000円になっているということなんですよね。1万円が 1.2 倍になったら、1万2000円になっていると、1.2 倍になっているということです。で複利って何なのかって言ったら、この 1.2 倍になったものにまた 1.2 をかけるっていう考え方がこの複利という考え方になります。なので今度は 1.2 にまた 1.2 をかけると、するんですね。そうすると、電卓を叩いていただければ分かると思うんですが、これは 1.44 という数字になります。例えば1年間でお金を 1.2 倍にすることができて、今年は 1.2 万円、1万2000円貯めることができた。で、また次の年も 1.2 倍増やすことができて、今年は1万円を1万4400円にすることができた。ってなった時に、全然お金持ちじゃないじゃんって思うかもしれないんですけど、こっから自分の体が健康で長生きにつながってるかどうかっていうのがすごく大事になってくるんですね。こう最初は小さいんです。1万円が1万2000円になってもなんかお金持ちになれたって感じがしないなとか、1万4400円に増えたとしてもお金持ちになったっていう感じがしないなっていうふうに思われるかもしれないんですが、こっからが複利っていうのはすごいですね。複利っていうのは現代の魔法というふうに呼ばれています。じゃあこれがもし 1.2 を10回ですね、複利を働かせることができたらどうなるかっていうと、1.2 を10回かけたら、これ1回かけたら 1.2、 2回かけたら 1.44、 じゃあ10回かけたらっていうのを計算するとこれ約6倍という数字になります。なんですね。ってことは1万円を、結局6万円にすることができた。もしかしたらまだお金持ちって感じがしないかもしれないんですけど、じゃあこれはもし
20回同じことをやることができたらどうなるかっていうと約38倍なんですね。もともと1万円だったんです。もともと1万円だったのが38万円になってますね。じゃあもしこれ30回かけると何になってるんだろう。237倍なんですね。もともとは1万円でした。でも237万円まで増えてきてるんですね。だん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 お金持ちっぽくなってきてますよね。じゃあもし 1.2 の40回同じことをやるとどれぐらいになるんだろうと。1469倍と。もともと1万円だったんですけど、同じことをずっと繰り返していると1469万円まで増やすことができています。もうこの辺から少しお金持ちの実感が出てきますよね。じゃあ、まあ、今回の最後ということで50回同じことをするとどうなるか。9100倍になってるんですよね。はい。なのでもともと1万円だったとしても、それをずっと毎年毎年 1.2 倍 1.2 倍 1.2 倍って増やし続けることができたら9100万円になってるわけです。だから、まあ、はっきり言った億万長者になれるんですよね。いや、もしかしたらあなたが貯めることができる最初の数字が1万円じゃなくて10万円だったら、もし1年間に10万円貯めることができて、それを1年間で 1.2 倍にすることができたら9100万円じゃなくて 9億1000万円、あなたは一生涯を通じてお金を作ることができているということなんです。だから例えばあなたの年齢に足していただいたらいいんですよね。もしあなたが今40歳だというのであれば6倍にすることができるわけです。50歳の時にね。で、今の人生って80年じゃなくて100年時代って言われてますよね。ってなると極論50回複利を人生で働かせるってこともできるわけです。だからもし今から1万円を 1.2 倍に増やしていくことができたら、まあ、例えば40歳の方が50年後90歳の時には、まあ、1万円だったら9100万円、もし1年で自分は10万円貯めることができたら9億1000万円まで増やすことができるという話なんです。まあ、こういう複利という考え方を知ってると時間が味方につくんですよね。1年でも長く長生きしたいなと、まあ、しかも寝たきりではなくて本当に20代30代の時よりも、まあ、逆に若々しくて肌ツヤが良くて元気があってエネルギッシュに長く生きれば生きるだけ、本当に健康寿命を長く伸ばすことができるだけあなたが生涯で持つことができるお金っていうのは増やしていくことができるということなんですね。だからこういう複利という考え方が身につくと、まあ、日頃佐藤先生が教えてくださってる腸活っていうのも楽しくなると思うんですよね。うん、時間が味方について、いや自分は80歳になっても90歳になっても100歳になっても健康で若々しくエネルギッシュに生きていきたいっていう風に健康になっていけば、結果的にはお金持ちにもなっていくことができるということです。なので、まあ、今回私がですね、あなたにお伝えしたかったのは複利というのを、ぜひ意識していただきたいと思います。最初1年で1万円だけ貯めることができたとしても増やすことができる。もし最初に10万円だけ貯めることが1年間でできたとしても、あなたは人生を通じて9億1000万円まで増やすことができる可能性を持ってるんだということです。そうして時間を味方につけてですね、1年でも長く健康でなおかつお金持ちになっていっていただきたいというふうに思っています。はい、白坂先生ありがとうございました。本当に健康とお金ってこんなにつながっている話も改めて感動して聞かせていただいてました。はいはい、おっしゃる通りですね、うん、この複利という考え方素晴らしいですよね。そうですね。はい、うん、これを知ってるのと知らないのも全然、まあ、お金の貯まり方も違いますし、はい、また私が日頃お伝えしております健康に関しても、うんうん、本当にこう 1.2 倍を心がけるだけで、こんな差がつくというですね、考え方をもう改めて学ばせていただきました。うん、ありがとうございました。はい、いえ、こちらこそありがとうございます。早速いろいろ取り組んでまいりたいと思います。はい、
さあいかがだったでしょうか。このようにあの白坂先生のお金に関する面白くてためになるお話は、白坂先生の白坂慎太郎チャンネルですね、 YouTube チャンネルでもっと詳しくご覧いただけますので、ぜひこの動画が終わった後にご覧ください。で、私もこの白坂先生のね、あの動画に、腸が幸せは腸で決まるで、出演させていただいておりますので、ぜひご覧ください。こちら詳細欄にリンクを貼っておりますので、ご参考にされてくださいね。それでは白坂先生、どうもありがとうございました。では最後までご視聴いただきましてありがとうございました。